2005年の台風のデータ、この年は九州地方や四国地方など西日本への台風の接近数が少なかった。しかし、9月に西日本に上陸した台風14号は各地に大きな被害をもたらした。1月15日にカロリン諸島付近で発生、シベリアから日本を通過して太平洋にまで吹き出していた寒気の影響で寒気に押し出されるように北東に移動した。 3月15日にフィリピンの東で発生、その後フィリピン方面へ進み、フィリピン中部のサマール島やレーテ島などを通過して、南シナ海に抜けた。この台風によって7人の死者が出た。なお、3月中に台風が発生したのは1993年以来、12年ぶりであった。4月23日にフィリピンの東で発生、その後勢力を強めながら北上し、 小笠原諸島に接近した前年の台風1号と似たような進路であった5月31日にカロリン諸島付近で発生その後フィリピンの東で勢力を強めて北上し伊豆諸島に接近したこの台風の北上により関東甲信地方で梅雨入りとなったこの年に発生した台風の中で最強の勢力にまで発達した7月12日9時に 日本のはるか南東海上で発生、そのまま西寄りに進み、先島諸島に接近して、暴風域に巻き込んだ。沖縄県与那国島では、秒速54.8メートルの最大瞬間風速を記録している。台風は18日には台湾に上陸。1日かけて台湾を横断後、勢力はかなり弱まったものの中国大陸に再上陸し、その後消滅した。 この台風によって13人が死亡した。7月20日にウェーク島の近海で発生。しかし勢力はほとんど強まらず、ピーク時の中心気圧も990ヘクトパスカルであった。7月22日にフィリピンの東の海上で発生し、アジア名、バンヤンと命名された。台風は24日に沖ノ鳥島の北東海上で大型の台風となり、最大風速は 秒速30メートルとなった。その後は、勢力がやや衰え、静岡県尾前崎の南およそ270キロメートルの海上に達し、26日には、暴風域が消滅したが、最大風速秒速25メートルの勢力を保った、まま徐々に震度を北東に変え、26日に、千葉県鴨川市付近に上陸、その後千葉県の沿岸部を北北東へ進んだ。 台風の北上に伴って25日から26日夕方にかけて東海地方から関東地方の山沿いを中心に各地で激しい雨が降った。最大1時間降水量は静岡県伊豆市天城山で55ミリメートルに達した。この台風により5人が負傷したほか、十家2棟が一部損壊した。七月十九日に南シナ海北部で発生、海南島に上陸し、 トンキン湾を通過して、ベトナム北部、詳細は、平成17年台風第11号を、参照8月19日18時に、マリアナ諸島の北西海上で発生。北西に進みながら急速に勢力を強め、非常に強い勢力となり、21日18時から22日、0時にかけて最盛期を迎えた。洋島の南西海上に達した23日頃には、震度を期待寄りに、 潮の岬南東海上に達した25日には、震度を北東にそれぞれ変えた。その後台風は25日頃に北緯30度を超え、この頃から勢力は徐々に衰えつつあったが、それでもなお強い勢力で26日2時過ぎに三浦半島を通過し、4時半頃に千葉県千葉市付近に上陸。その後は震度を東寄りに変えつつ、鹿島灘から本州の東海上に進み、 28日0時に温帯低気圧に変わった。詳細は平成17年台風第13号を参照8月27日にマリアナ諸島付近で発生。発達しながら沖縄方面へと進み、先島諸島に接近。沖縄県石垣市で秒速59.1メートル。同県与那国町で秒速56.1メートルの最大瞬間。風速をそれぞれ観測した。 9月1日に台湾に上陸後、台湾海峡を経て中国大陸へと上陸。9月2日に熱帯低気圧に変わった。詳細は平成17年台風第14号を参照8月29日21時にマリアナ諸島付近で発生。精神しながら大型で非常に強い勢力にまで発達し、沖の鳥島から日本の南を北北西に進んだ。 9月4日には、大東東地方や奄美地方などが、風速25メートル以上の暴風域に入った。その後は、震度を次第に北寄りに変えて、九州の南海上に接近し、広い暴風域を維持したまま、九州地方の西岸に沿って北上。6日13時ごろ、熊本県天草下島を通過し、14時過ぎに、長崎県諫早市付近に上陸した。そして九州北部を通過し、 6日夜には、福岡県岡垣町付近か、山陰沖に抜け、スピードを速めて日本海を北東進した後に、7日夜に北海道檜山市長瀬田名町に再上陸した。そして北海道北部を通過し、8日朝にオホーツク海へと抜けた。詳細は、平成17年台風第15号を、参照9月7日にフィリピンの東で台風15号が発生。 時速約30キロメートルで北北西に進み、10日の夜に沖縄県先島諸島に接近、宮古島や石垣島を暴風域に巻き込みながら進んだ。その後も北上を続け、11日に中国の石膏省に上陸、13日に航海上で温帯低気圧に変わった。ありがとうございます。